セチュラギツネとは、イヌカクルペオギツネ族の一種である。エクアドル南西部、ペルー北西部の標高1000メートル以上の乾燥地、体長約50から78センチメートル、尻尾の長さ約27から34センチメートル、重さは約2.6から4.2キログラム。毛皮のほとんどが、ノネズミ色をした灰色で下腹部は、薄い白色か、クリーム色をしている。 目の周りと足の耳の裏は赤茶色をしている。口の周りは濃い灰色をし、胸に灰色を帯びていて、尻尾は黒っぽい。セチュラギツネは夜行性で単独で行動をするが、時折ペアで行動することもある。日寄り的な捕食者で、季節や生息地によって異なる。昆虫、月脂類、鳥の卵や腐った肉を食べる。 コギツネは、十月から十一月に生まれる。朝、シー、コチオス、ED＆ ウィリアムズ、R、スドロペックス・セチュラエ、IUCN、レッドリスト・オブ・セレクトンド・スピーシーズ、バージョン二千八、インターナショナル・ユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネイチャー、二千九年三月六日、閲覧。データベース・エントリー・インクルーズ・ジャスティファケーション、フォー・ホワイデス・スピーシーズ・イズ・リステッド・アズニア・セレクトンド。 ハットアサ、シーコチオス、ED、ケイニズ、フォクシーズ、ウルフズ、ジャッカルズドックス、ステータスサーベイコンサーベーションアクションプラン、インターナショナルユニオンフォーコンサーベーション、オブネーチャーナチュラルリソーシズ、スピーシーズ。 サバイバルコミッションキャニドスペシャリストグループ、ピアニッシモ、6972、http コロンスラッシュスラッシュ www.canids.org スラッシュキャップスラッシュ canid2.pdf ハットバーツイ c, オブザベーションズオニエデュアメスティケイテッドパービアンデザートフォックス、デュザシアン。ジャーナルオブママラジー37。 284-287 j スター百三十1376706ありがとうございます。